ギシャリのつなぐレディオ。どうもギシャリの橋本です。うなぎです。ギシャリが誰かのためにつながる声を等身大の気持ちでつなぐラジオ番組、ありがとうの気持ち、明日への思い、献血の大切さを声にしてお届けしていきたいと思います。さあ今日はバカンスについて、ね、バカンス、世間は夏休み真っ只中、バンバンバカンス、バンバンバカンス、スマップさんの歌、はい、もうお盆です。人類の進化に逆らって、人類の進化に逆らって、知らんやろお前。でもなんかあの PV ミュージックビデオはなんとなく覚えてる。夏の感じね。うん、まあ、旅行の話など、まあ、家族旅行、芸人仲間との旅行、一人旅行など、うん、芸人仲間との旅行や。クトでいいな、芸人仲間とのって言って、あんま大人が仲間って言わんでもええねん。まあ家族、どうですか、ね、行きました、なんかどっか行きました。ファイナルアンサーみたいな、何やそれ。行きました。どちらに。まだまあまあオンエアちょっとあれなんですけど、まあ子供と2人。いやそれやったらもう行った感じ出さんでも予定でありますね。いや別にそのオンエア日に合わせてなんかもうオンエア日の旅行行ってるからじゃないのよ。すいません、ちょっとこれ生じゃなくて、それは別にお前の旅行の予定の日なんか知らんねんから。ああそうか、じゃあ行く予定ですね。予定、何やそれ。予定、三重県、おう、おやつタウンっていうね、うん、ところがあってね、すごいいろいろ施設もあるみたいで、もう大人気施設で、宿も取って、榊原温泉かの、宿も取ってっていう感じ。ほんま一泊二日で行く、うん、いいよ。おやつタウン、どうやって楽しかった。いや まだやね、この会話。これいつまでやんねん、このお笑い、お笑いの手法のこれいつまでやんねんこれ。そうやな、ま、うん、それでは新たな気持ちを伝えていきましょう。最後までお付き合いください。ギシャリのつなぐレディオ、この時間は日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センターがお送りします。ギシャリのつなぐレディオ、ここからは命をつなぐ声をお届けしていきます。今回は献血をつなぐ声をお届けします。献血をつないでいくにはどうしたらいいのかを考えていきたいと思います。今日も素敵なゲストが来てくれています。ピアニストのハラミちゃんです。よろしくお願いします。さあハラミちゃん、ちなみにちょっと交友関係ってどんな感じなんですか。急やな。急、交友関係ですか。そのミュージシャンとのつながりとか、まあ確かに誰と仲いい、誰と仲いいとかがちょっとピアニストなのか。一番仲いいのはあの緑黄色社会 の、はい、あのボーカルの長谷春子ちゃんとか、あら、まあ、やっぱアーティストの方多いです。大塚愛さんとか、広瀬香美さんとか、大黒摩季さんとか、すごすごい、小林幸子さんとか、やっぱ本当に歌手の方が多くて、はい、でもあのピアニストの清塚信也さんとかも、清塚さん、あのご相談させていただいたりとか、そうなんですよ。なんかこう、まあやっぱ音楽界隈が多いですね。あ、でもそれこそ今オリンピックで頑張られてるあの女子バスケのエブリンさんとかと、どうやって知り合うんすか。いや確かに、教えてください。その教えてください。友達いないです僕。でもいや本当にコラボがやっぱ多くて、私ピアノなので、あ、歌手の方と仕事して、お仕事するってことが多くて、それで仲良くなってる。そうですね、っていうのが多いです。メシとか行くんすか。確か私がもうやっぱハラミちゃんだけに焼肉が大好きなので、なんかやっぱこう焼肉フックっていうのはだいぶ強いというか。焼肉、芸能人ずっと焼肉好きなのかな。銀シャリとハラミでコラボできますよってスタッフさん今言いましたけど、いや僕ら何も歌わないそうっすよ。え、ハラミちゃん自体は結構積極性のある人なんですか。あ、私は自分のことはあの社交的な陰キャだと思っていて。社交的な陰キャ、なんかそのなんか新しいジャンルの、なんかこう、はい、社交性みたいのはちゃんとあるんですけど、割とこう、はい、でも本当は一人が好きというか、結構頑張ってやってるタイプというか。あ、僕もそっちを。あ、本当ですか。根っからそういうのが
わーってできるタイプではないっていう感じ。もうなんか大人数2日続いたらしんどいです。もう1人だけです。わかります、わかります。飯美味しくないし、あの大人数の時の飯って味感じないじゃん。そうそうそう、気使ってるし、1人がうまい、1人のがうまいなと思うから、1人カウンターの方がもうすごいうまい、やっぱうまいなって、ね、確かに、うん、ちゃんと味と向き合いますもんね、はあ、確かにそれはわかります。でも努力されてるからそれいいよな、ちゃんと社交性を。うん、でも波ありますね、今頑張れるみたいな時とちょっと今は頑張れないみたいな。ちょっと波が。ハラミちゃんと例えばじゃあ、まあ、仮にですよ、ハラミちゃんとまあ約束してたとして、はい、そのじゃあ銀シャリとハラミちゃんが約束してたとして、はい、でうなぎが、あなんかもう一人連れてきますそれもうしんどい。ハラミちゃんと合いそうな人おんねんとか言ったら、まあ、100歩譲ってまだ、まあまあな、そのビアにそれもおせっかいとかとかの同じジャンルとかやったらね、絶対話はできますから、まあうすね、うん、確かに。ピアニスト界はやっぱ俺も勉強せなかった。で清塚さんもそんながっつりラジオとかではない呼んでもらったりしたけど、うん、プライベートでがっつりはないやん、うん、プライベートでがっつりはもう大変そうやしな、清塚さん。もうあの清塚さんがロケ行ってる VTR をスタジオで見た時あったやんか、それでも結構大変やん。これ編集されてこれたらもう野根行ったら多分とんでもないボケが飛んでくるから、うん、もうほぼいいんだよ、田淵やんか、もう清塚さん田淵です。ボケ数、ボケ数。ピアノ弾ける田淵さんなんで。はい、ここら。バッティングセンター行ってさ、ピッチングマシンをスルーするわけにいかんやん。うん。裏なあかん。一応裏なあかんな。それが大変。何の話してるんですか。献血の話。いや、周りでだから、こっからですよ。周りで献血に行ってる方はそういうことです、いらっしゃいますかと。そのフックで。あ、もしかしたら行かれてるかもしれないんですけど、やっぱ行ったっていう声を聞くことってまだあんまりなかなかなくて、わざわざ言わないしね。そうなんですよ、やっぱ言わないっていうのはあると思う。正直そのなんていう気高きこう人はまたそれも別に嫌や、うん、そんな、うん、言ってるってわざわざみたいなのもあるからもね、うん、そうですね。ただもしかしたらお友達の中に言ってある人はたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、まあわざわざ言わない。なんかつけてほしい、なんか強制的、強制的、強制的。エアドロップした時に献血マンとか出るとかな、そのその名前が、あエアドロップした時にそうエアドロップで分かる、足りげなさすぎる、足りげないな。でもそういうのでも全然なんかありがたいけどね、うん、頑張ってる自分を褒めてほしいな、ちょっとある。あちょっとそうね、すごいなって言われただけやね多分。うん、お母さんに電話したら、お母いや、お母さんも、献血行ってきたよ。いや、何やそれ。いや、褒められるかもしれんやん。いや、おかんはそんなもあかん、それ、おかんによるわ。おかん、俺のおかんは、ああ、そうなん、ああ、そうなんって終わり。もう、それだけ、マジで終わる。なんか、まあ、難しいですけど、友達とか知人を、この人言ってるよって言うなら言いやすいですよね。自分で言うのはなんかあれですけど、紹介。ほんま、橋本にもっと言ってほしいな、ね。それ、俺、前も提案したやん、だから。日本赤十字社さん自体が、もう、そのあなんち逃走中のハンターみたいな感じのああいう人で、とりあえずこうなんちこうエキストラみたいな人で、あそういえばうなぎさん献血してましたよねっていう人を雇ってほしい。ああなるほどな。そのためだけに。ああなるほどな。いいな。あと店員さんとかにも一人こうなんちゅう紛らしといて、うなぎさんビールとあおビールお持ちしました。あ献血されてたことですよ。飲み会でエキストラの人献血されてましたよね。めっちゃそれのめちゃくちゃええわ。それコンパとかで、うん、もう献血は献血された方ですよね。それ絶対モテるじゃないですか。さらって言ってほしいな。で女性陣の人にもさ、あなたも献血これこのサービス、いやそちょっともうそんな今女性の前でそんなもう大丈夫です。そんな野暮ですよってやりたい。エキストラを特営の。なるほど、演技が自然だったり。ああ確かに。なるほど。いや取ってんのバレたら一番かっこ悪いけどな。一番ダサいっすねそれは。これもあかん。どうして行きましょう、ハラミちゃん。丸投げ。丸投げ。まとめてください本当に。まとめた意見欲しいです。これまとめられますかね。もうやっぱこの広めていかないと。だから要は献血に興味ある方は。あの自然とやっぱそれは調べたりしてくれるんですけど、全く興味のない方にどうやって届けていくかっていうことなんですよね。いやでも私確かにどうやってなんかこう自分がそういうなんか影響されてやっていくかって思った時に、やっぱり
今めっちゃ強いのってやっぱどうしても SNS だと思うんですよ。で私なんかその例えば今このドラマが流行ってるとか今このバラエティがすごいバズってるみたいのって結局友達のストーリーとかでよく見るとか、こう身近な人がこうすごい面白いって言ってるのを見ると、あ、口コミというかで、やっぱ献血行ったってストーリーで見ることってあんまやっぱないっていうか、確かに。でそれが日常でポンポン出てきたら確かに自分もそろそろ行こうかなって気に多分なるっていうか、ほんますね。そうって思った時になんか献血ルームとかにそれこそこう本当にもっと SNS に上げたくなるような何かとか、写真撮るとこ、そうなんかこう映えスポットとか、なんかすごい今しかなんか撮れない何かとか、なんかそういったものがあれば別に献血行ったよっていう自慢ストーリーじゃなくて、それを載せることによって献血行ってんだってこうみんなもっとなって行きたくなるとか、なんかそういうのはあるのかなと思う。献血するその何て言うの、献血をこうやっていただく看護師さんの方とかそういう方と別で一人、どれ人、医療従事じゃない、医療従事してる人は忙しいよこっちで、忙しい、ちゃんと丁寧に献血業務があるからね。それでまた携帯触ったりするのもあれとかあるやん、だからその一人専用で儲けよう、そんなガチの写真を予算大変、自撮りとかで全然洗浄カメラマンいるわけよ、カメラマンいらない、献血カメラマン、献血写真家、いや大変や、情熱スタイル出てくるんだ、そうやで、そんな写真じゃなくていいから、いやでも携帯のスタンドさえありゃやるから、いやでもそれやったら確かに自分がしてるとこ撮りたいな、撮りたいね。あで好きな芸能人隣で合成で立たせられるとか一緒に献血めちゃめちゃ何人か選べるって選べる献血に協力してるとこになるもんね、確かに役者さんのイメージもいいし、よくなる、確かにかみんながあげたくなるような、別に物で釣ってるとかじゃなくてもなんか、うん、その人気のキャラクターのシールとか、はい、1枚もらえるの、はい、はい、うわめちゃめちゃいい。なことがきっかけを増やすことと、そうですね。やっぱたくさんの人に言ってもらうことが、まあ、肝だから。大事ですね。そうそうそう、はい。いい意見あ。意見ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、はるみちゃんからお知らせなど何かありましたら。はい。私あの活動5周年でございまして、今全国ツアー開催中です。はい。まだ5年なんや。そうなんですよ。今5年目でやらせていただいて。すごいっすね。ありがとうございます。今回はですね、あのスピーカーを一切通さず、こう本当にピアノの生音だけで、あのクラシックホールでやらさせていただいて、はい。9月にですね、宮城県、広島県、兵庫県、島根県で終わるということで、ぜひね、あの生音コンサート来ていただければと思います。はい。圧巻なんで、ぜひとも。はい。ぜひ来てください。はい。さあ改めて献血の大事さ、献血を協力を呼びかけるメッセージ何かありましたら皆さんに、リスナーの皆さんにお願いします。はい、私もこうなんかまあ自分もこう生きててなんかこう人を救う体験ってやっぱりこう自分であんまり、うん、感じにくいというか、はい、まあ、例えば友達の悩み相談に乗るとかそういうのはまあ救った感覚にもしかしたらなるかもなんですけど、はい、本当こう命を救った経験ってほとんどの方がないと思うんですけど、うん、はい、その体験ができるものがもう街中に実は広がっていて、本当にそこに行くだけで命を救えるって自分の人生でこう一回はやってもいいのかなというか、そういう体験って、うん、なんかそういうことにやっぱこう気づいて、やっぱ一回行った方ってやっぱ何回も通いたくなるっていうのはあると思うので、はい、やっぱ1回目行くハードルがどうしてもね高いと思うので、こう気軽な気持ちで1回こう献血ルームに入ってみて、まあ、自分が献血できるか確かめるっていうのもありますし、本当にふらっと待ち時間とかに本当 1,2 時間あれば完了できるものなので、はい、ぜひねふらっとでもいいので行っていただければなと思います。ちょっと気軽にね、はい、命を救う体験っていうのをしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。さあ2週にわたってハラミちゃんゲストどうもありがとうございました。ありがとうございました。番組ではこれからも献血にまつわる命をつなぐ声をお届けしていきます。銀シャリの銀シャリのつなぐレディオ。ここで日本赤十字社関東コンシエツブロック血液センターからのお知らせです。献血は命をつなぐボランティア。血液は医療技術が進歩した今日でも人工的に作ることができず、長期保存もできません。そのため、病気や怪我などで輸血を必要としている患者さんの命を救うためには、若い世代をはじめ多くの方のご協力が必要です。また現在、日本赤十字社と献血者をつなぐ会員サービスラブラッドへの登録とラブラッドアプリのダウンロードをお願いしています。ラブラッドでは献血の予約や事前手続きが行えます。ぜひご予約の上、多くの皆様のご協力をお待ちしています。
銀シャリのつなぐレディオエンディングでございます。エンディングです。こういう関係の話してんか、まあ、やっぱ新しい方とご飯行かなあかん、行ってないって言って何にも連絡先聞いてない。ほんまや、あんな話してて花見ちゃんに何にも聞いてないや。ほんまや、あの話の流れやったら、そうやね、うなぎ肉好きから焼肉おいしいとこ連れてくださいよって、一緒に行きましょうって、ほんまや、うん、そうやね、何もアクション起こさないと、そう、これ世界は広がる、人間が一番あかんのちゃうかなと思って、ね、花見ちゃん帰ってもうた。これがちょっと献血につながってるかもしれない、その、うん、いやいや、もう誰かがそんな、もうなそんな陽キャの人が飯行ったらええねん、いろんな人がのと一緒で、献血も誰かが行くやろ、いや そうじゃない、 その踏み出し、うん、同じ、これはほんと一緒やで。そうやな、呼び戻したいわ。呼び戻されて連絡先聞かれる人一番怖いやろ。インスタのダイレクトメッセージで送ったら、すいませんこの前聞き忘れてしまいました。ほんまやな、ちょっと送ります。花見ちゃんはそういう人じゃないって言ってたけど、花見ちゃんが広瀬香美さん連れてきて3人でうなぎと広瀬香美さんと花見ちゃん、勘弁して、勘弁してくれ、おかしい、めっちゃ気使わへんけ、広瀬香美さん連れてこられた、うなぎさんなの、うなぎさんなのどっちとか言われんあったけど、あの清塚さん連れてきてもらうからな。清塚さん もう大丈夫です。大丈夫ですよなお前。銀シャリのつなぐレディオ、日本放送ポッドキャストステーションでもアーカイブ放送が聞けます。合わせてチェックお願いします。銀シャリのつなぐレディオ、お相手は銀シャリの橋本とうなぎでした。それではまた次回もつながりましょう。銀シャリのつなぐレディオ、この時間は日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センターがお送りしました。